2月4日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。高知1レース。予想上位は竜の嵐。目標タイムは1分 34.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知2レース。予想上位は観音アニモ。目標タイムは1分 33.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知3レース。予想上位はソニックライト。目標タイムは1分 25.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知4レース。予想上位は名将ライジン。目標タイムは1分 27.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知5レース。予想上位はプリフルオールイン。目標タイムは1分 47.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知6レース。予想上位はプロテア。目標タイムは1分 31.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知7レース。予想上位はリトルパインウッド。目標タイムは1分 33.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知8レース。予想上位はマイネルミュートス。目標タイムは1分 31.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知9レース。予想上位はケプラー。目標タイムは1分 30.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知10レース。予想上位はネバーランド。目標タイムは1分 33.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。佐賀1レース。予想上位は吉尾ドライブ。目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀2レース。予想上位は奇跡の戦士。目標タイムは1分 33.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀3レース。予想上位はベニエ。目標タイムは1分 32.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀4レース。予想上位はフィールドノア。目標タイムは1分 26.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。佐賀5レース。予想上位はオスカーウィナー。目標タイムは1分 26.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀6レース。予想上位はリリーバローズ。目標タイムは1分 24.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀7レース。予想上位はモーモーレッド。目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀8レース。予想上位はマリノフェアレディ。目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀9レース。予想上位はトゥールリー。目標タイムは1分 31.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀10レース。予想上位はエイシンテトラ。目標タイムは1分 56.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀11レース。予想上位は竜の卑弥呼。目標タイムは0分後 16.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。ワンエイ第1レース。予想上位は北西ビッグボス。荒れる確率は 63% です。バンネイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース。龍二本日48歳記念。予想上位は宋乙女。荒れる確率は 65% です。バンエイ第3レース。江尻くん生誕25周年レース。予想上位はハヤブサ。
荒れる確率は 74% です。バンエイ第4レースユ熊定年木狼3記念、予想上位はヨシノ勝ったから荒れる確率は 64% です。バンエイ第5レース、マイナさん誕生日おめでとう、予想上位は岩北から荒れる確率は 61% です。バンエイ第6レース、ホープ頑張るぞ、返事は、はい、予想上位は坂野大臣、荒れる確率は 60% です。バンエイ第7レース、セラ療養誕生日記念、予想上位はスターフェニックス、荒れる確率は 63% です。バンエイ第8レース、あかりちゃんゆうさん仲良し杯、予想上位は金鶴森内、荒れる確率は 62% です。バンエイ第9レース、ひでこさんに大感謝記念、予想上位はリアンドノール、荒れる確率は 70% です。バンエイ第10レース、ジカラス風亭螺鈿星誕記念24、予想上位はチャチャクイーン、荒れる確率は 64% です。バンエイ第11レース、ショークモショー、予想上位は道潮、荒れる確率は 61% です。バンエイ第12レース、H、予想上位は高手ハリアー、荒れる確率は 64% です。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ファルビーンズ、ドリームプリンス、春のフェスタ、キングオブマイヤー、イコーパイソン、ブーケドフルール、リワードアンバル、ロードシャマール、マリノビューティー、ハッピーヤロー、ガンネル、シゲルテイオー、イシキック、アクラシア、ウィンブランカ、フラワーカントリー、ユーノヒミコ、フクノローゼル、ネバールーズロコ、ミステリー、リリーフ勇者、ソニックライト、シャフトーブライト、パワーエンブレム、ティエナパプリカ、ゲティスバーグ、ネオエレキング、リターンオブクイーン、バトルオサンナ、名称ハート、カナデルスター、上昇モード、スリングショット、マイネルブデッド、ニシケンリターン、テステッソ、パラチェーン、スズミボシ、バナナスプリット、キンキラキーヒネゴゼン、マリノフェアレディ、エイシンテラ、ブルータンゴ、コンフ、ダノンドリーマー、JK リオン、リーバローズ、ビーチプリンセス、ミスフレンド、上昇ブーケー、スノーシャドゥ、クレフェノオ、夜の女王、シェイクオンイット、ヒシエレガンス、フィズアップ、エース・テンペスト、アルク、プリフロオールイン、ネルガル、モズマンジロー、名称先駆け、マイネルラッチョ、マイネルパイオニア、マサノビジョン、レゴリス、ケプラー、ラインメッセージ、ティプシーワールド、グルナピーク、エイシンヘマタイト、ジュンキララ、メーリッアベイ、カンタベリースワン、オーイトランプ、カシノフォワード、グラーグサージュ、フェアリーティンク、ラグドール、ニシケンキング、ピトーウィン、エイシンテトラ、サトミノアサヒ、ナビー、カンナコッタ、リゼー、パドマーワト、ホッカイメルケル、イッセイノーデ、エルフォルク、ラズライトサナ、ギャルピース、レッドフェリーチェ、チズオー、湘南炸裂、リネンデイジー、トレデルオール、テイクノート、ロングウッド。
カレンダファーター、奇跡の戦士、プティアンジュ、キーマーキュリー、ギアスパークル、カシノルカス、福島ルーラー、ユーノアラス、エバーグロー、ビッグタイマー、コモドアーズ、ヤマエチリギー、エヌタキオン、ノートエリア、ソイヤソイヤソイヤ、ゼットランポ、モーモーレッド、ポインデクスター、クリノシークレット、メリープランク、カンノンアニモ、パンパパート、ケプチャン。コーチ第一レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは7番上昇ブーケが好スタートを切った。2番手は4番インフォーカス、2番七色ラインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番上昇ブケ、その後には8番スノーシャルと9番ユーノアラスが続きます。9番ユーノアラスが先頭に立つか、先頭か、9番ユーノアラスがゴールイン、続くは8番7番2番か。コーチ第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番カンノンアーニモが先頭に立ちます。後を追うのは2番フクノローゼル、10番パンパパートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番カンノンアーニモ、その後には6番クレフェノーと10番パンパパートが続きます。1番カンノンアーニモそのまま逃げ切れるか、独走か。1番カンノンアーニモが1着見事、続くは6番10番2番か。コーチ第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。6番ソニックライトが早速先頭を取る。その後ろには3番スリーディクテー、7番シャフトオブライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ソニックライト、その後には9番パワーエンブレムと1番シェイクオンイットが続きます。6番ソニックライトそのまま独走か、逃げ切れるか。6番ソニックライトが1着見事、続くは8番1番7番か。コーチ第4レース、さあ舞台は整いました。スタートを切りました。6番マリンジュミナイが早速先頭を取る。その後ろには5番レッドフェリーチェ、4番キングオブマリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マリンジュミナイ、その後には8番クリノ満月と2番名称ライジンが続きます。2番名称ライジンが追い上げてくる、追い抜くか。2番名称ライジンがゴールイン、続くは9番7番10番か。コーチ第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートしました。9番プリフローオールインが早速先頭を取る。その後ろには7番テイクノート、11番湘南炸裂か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番プリフローオールイン、その後には10番ミシロウェイと7番テイクノートが続きます。9番プリフローオールインそのまま独走か、独走か。9番プリフローオールインが1着見事、続くは3番1番10番。コーチ第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートしました。4番バーチュアスが早速先頭を取る。後を追うのは1番プロテア、5番ビッグタイマーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番プロテア、その後には4番バーチュアスと9番ロングッドが続きます。1番プロテアそのまま独走か、独走か。1番プロテアが1着見事、続くは4番9番7番か。コーチ第7レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。1番リトルパイングッドが早速先頭を取る。並ぶように10番ピエナレモン、7番マサノビジョンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番リトルパイングッド、その後には10番ピエナレモンと2番モズマンジローが続きます。1番リトルパイングッドそのまま逃げ切れるか、独走か。1番リトルパイングッドがゴールイン、続くは3番7番10番。コーチ第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートです。3番パルフェグラッセが早速先頭を取る。並ぶように1番名称ピスカリ、5番ニクソンテソーロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番パルフェグラッセ、その後には7番マイネルミュトスと5番ニクソンテソーロが続きます。7番マイネルミュトスが先頭に立つか、追い抜くか。7番マイネルミュトスがゴールイン、続くは3番5番8番か。コーチ第9レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。8番ケプラーが早速先頭を取る。
後を追うのは12番スリングショット、9番ダノマレーカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ケプラー、その後には9番ダノマレーと2番ワンティキティラが続きます。8番ケプラーそのまま逃げ切れるか、独走か。8番ケプラーがゴールイン。続くは6番、9番、11番か。高知第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。12番ネバーランドが前に行きます。並ぶように11番カレン・ラファータ、3番ブラウナイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ネバーランド、その後には8番レリスタットと3番ブラウナイルが続きます。6番デリカテスが追い上げてくる。先頭か。6番デリカテスがゴールイン。続くは4番、9番、7番か。佐賀第1レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは11番この花咲くや姫。その後ろには6番テステソ、10番ヨシオドライブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ヨシオドライブ、その後には7番エイシンヘマタイトと9番エヌタキオンが続きます。10番ヨシオドライブそのまま独走か、逃げ切れるか。10番ヨシオドライブがゴールイン。続くは7番、9番、5番か。佐賀第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。11番北海メルケルが前に行きます。並ぶように1番ノートエリア、9番エルフォルクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番エルフォルク、その後には1番ノートエリアと11番北海メルケルが続きます。9番エルフォルクそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番エルフォルクがゴールイン。続くは1番、6番、11番か。佐賀第3レース、各馬揃ってスタートを切りました。2番メリープランクが早速先頭を取る。2番手は9番プテアンジュ、7番ベニエカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番メリープランク、その後には7番ベニエと8番ミスターホージュが続きます。8番ミスターホージュが後ろから追ってくる。追い抜くか。8番ミスターホージュがゴールイン。続くは7番、2番、9番か。佐賀第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。1番ラズライトサナが前に行きます。並ぶように7番シンブンカテリーナ、5番ジューンキララか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番フィールドノア、その後には7番シンブンカテリーナと6番メイリッハベイが続きます。2番鼓星が追い上げてくる。追い抜くか。2番鼓星がゴールイン。続くは11番、1番、3番か。佐賀第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは1番マジカルウェーブが好スタートを切った。後を追うのは11番オスカーウィナー、8番ムーンパス55か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番オスカーウィナー、その後には9番スイフトアローと1番マジカルウェーブが続きます。11番オスカーウィナーそのまま独走か、逃げ切れるか。11番オスカーウィナーがゴールイン。続くは1番、10番。佐賀第6レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。6番クールボスが早速先頭を取る。並ぶように4番 DD で、8番リリーバローズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リリーバローズ、その後には6番クールボスと4番 DD デイが続きます。8番リリーバローズそのまま独走か、逃げ切れるか。8番リリーバローズが1着見事。続くは6番、9番、4番か。佐賀第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは5番モーモーレッドが好スタートを切った。5番モーモーレッドの背後には9番ブラーブサージュ、7番ストームガストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番モーモーレッド、その後には1番オデンセと8番ドラムが続きます。5番モーモーレッドそのまま独走か、逃げ切れるか。5番モーモーレッドがゴールイン。続くは8番、4番、1番か。佐賀第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番北から北オペラ。その後ろには6番マリノフェアレディ、10番ラグドールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ラグドール、その後には6番マリノフェアレディと3番ストロングカレントが続きます。10番ラグドールそのまま独走か、逃げ切れるか。10番ラグドールがゴールイン。続くは6番、3番、8番か。
佐賀第9レース枠入り完了しました。スタートが切られました。3番ウィアライブが前に行きます。並ぶように12番トゥルリ、10番ヤルピースカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番トゥルリ、その後には11番フェザークイルと3番ウィアライブが続きます。12番トゥルリそのまま独走か、逃げ切れるか。12番トゥルリがゴールイン、続くは11番、7番、6番か。佐賀第10レース各馬揃ってスタートを切りました。先頭を走るは1番サンマルリアン、1番サンマルリアンの背後には6番フォードテソーロ、8番ブルータンゴか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番サンマルリアン、その後には3番エイシンペトラと4番サトミノアサヒが続きます。3番エイシンペトラが追い上げてくる、先頭か。3番エイシンペトラがゴールイン、続くは1番、6番、2番か。佐賀第11レース枠入り完了しました。さあスタートしました。先頭を走るは12番パッションフラワー、並ぶように4番パンナコッタ、3番ユイマールレディカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番竜の卑弥呼、その後には12番パッションフラワーと6番リゼが続きます。6番リゼが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番リゼが1着見事、続くは11番、5番、12番か。